アウトプット強化なら、リョウ・エイカワ・ジム。こんにちは、リョウ・エイカワ・ジムのリょうです。今日はですね、It depends on 何々の意味とその使い方についてお話したいと思いますで。このオーディオを聞いていただければ、今日より英語力が少しアップしていくかと思います。それでは、えー、これのですね、例文、シチュエーションと合わせてご紹介していきたいと思います。 一つ目です。週末に会う予定の友人から何をしたいか聞かれて。It depends on the weather.If it's fine, let's go for a drive. 天気次第だね。晴れならドライブに行こう。It depends on the weather.If it's fine, let's go for a drive。二つ目です。海外に荷物を送りたいという友人から How much does it cost to send a package?It depends on the weight.、えー、小包を送るのにどのくらいかかるの値段がどのくらいかかるの重さによるね。How much does it cost to send a package?It depends on the weight。いかがでしたでしょうかこの It depends on 何々で、えー、何々次第だ。 または、〜何々によるという意味ですね。あることによって、えーまあ、物事がですね、決まる場合に使われる英語表現となります。でカジュアルな場面ではですね、代名詞、it を省略して言われることもあります。例えば、えー、どこに行きたいか聞かれて、Depends on you. 君次第だよ。Depends on you。はい。この感じでね、 えー、一等省略します。で、えー、depends on the on の直後に WH 説も置けるという。ですね。えー、例えば、卒業旅行はどこに行きたいか聞かれて It depends on how much we can spend。僕らがどれくらいお金を使えるかによるね。It depends on how much we can spend。 2つ目どうやったら成功できるか聞かれて It depends on what you think and act どのように考えて行動するか、えー、次第だね It depends on what you think and act でこのようにですね音の直後に Wh 説、まあ、What, When, Where, How で始まる、えー、文ですね置くことも可能で、えーまあ、使えるとですね 表現の幅がさらに広がるかと思います。で最後にですね、えっ、ー、と、it depends としても使えるんですねで。この場合意味が場合によるという意味です。まあ、状況によってか、えー、答えられることが変わってくる場合によく使われる、えー、表現となります、えー。例えばですね、事務所までどのくらい時間がかかるのか聞かれて、it depends because sometimes I get stuck in traffic. 場合によるね、たまに渋滞にはまるからさ。it depends because sometimes I get stuck in traffic。このようにですね、えっと、まあ、on 以降を省いて使うということもできるということですねで。こちらもですね、代名詞を省略して、えー、depends、まあ、そ,れそれだけですね、単語一つ。 と表現することもできますでこちらの場合はもちろんカジュアルな場面で使われるということになりますね。ということで以上がですね、It depends on 何々の意味とその使い方、括弧省略もできるでした。最後までお聴きいただきありがとうございます。それでは See you next time! こんにちは、代表のりょうです。毎朝10時にラジオ A カーの方も発信しておりますので、もしよろしかったらチャンネルの登録をお願いいたします。また、業界ナンバーワンのアウトプットを誇るオンラインスクールの方も運営しておりますので、もしよろしかったら詳細欄の方からご覧いただけると嬉しいです。